はい、どうもガガスペシャルです。ありがとうございます。ね、今回ですね、はい、4人で、まあ、今集まってるんですけども、はい、ガガガスペシャル、はい、YouTube チャンネルが、はい、多分およそ6年ぐらい前から開設されてるんですけども、はい、今おそらく8500人以上の登録者の方がいらっしゃるんですけどもね、はい、これがですね、はい、1万人を超えるとですね、例えばツイッターとか SNS とかにこう飛ばせるらしいんですよ。あ、リンクできる、リンクできるね。そう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 、MV を出したりとかライブを出したりとかっていうことはしてますけども、はい、特別に何かをこう4人で、うん、やるっていうことは一度も多分してきてない。あ、そうですね。面白いいろいろコンテンツを作っていこうということでございまして。なるほど。第1回目じゃないですけども、はい、4人で集まって、はい、このガガスペシャルのウィキペディア、お、あ、そうですね。これも昔からありますよね、ガガスペシャル。昔からあるんですよ、ウィキペディア。それ僕10年ぐらい前にね、はい、ウィキペディアを書き換えようというイベントをやったんですけど。ああ、ありましたね。はい、はい、それ以降も、まあ、書き換えられておるんですけど、はい、だいぶ情報が古くなっているのと、なるほど、本とか本間じゃないのかみたいなところがあるんですよ。あ、ね、あ、そっかそっか、うん、僕たち以外の人たちも、うん、こう書き換えれる情報ですからね。そう、というか、もうその僕らを好きな人とか、そうですね、詳しい方が書いてくれてる情報に近いじゃないですか。僕らは自分で更新したってことはほぼないんで。ないですね。だからここで、はい、白黒はっきりさせようじゃないかと。あ、そうですね。で、うん、まあ、足りないところは書き出していこうと。そうそうそう、そういうことです、はい、わ、うん、はい、かりました。うん、面白おかしくやっていこうかなという感じで、はい、やりましょう。はい、はい、まあ、これでウィキペディアね、はい、言うてもまあ長いですし。そうですね、まあ、いろんな逸話とかも書かれてはおるんですけども、はいはい、来歴とこの構成員、はいはい、構成員っていうもう言い方がね、今となってはデビューした時構成員でしたよね。構成員、ただでもだんだん構成員って言い方が、はいはい、コンプライアンス的に危なくなってきていますけども、まだそこは構成員でいきましょう。はいはい、はい、我々はガガスペシャルのメンバーではなく構成員です。わかりました。はい、はい、だからそこをちょっと中心に、はい、ちょっと今回はやっていこうかなと思うんですけども、はい、まずちょっと一回読みましょうかね。ガガガスペシャルは日本のパンクロックバンド、同じ系統のスタンスパンク、サンボマスター、ディーナンボーイズなどとは交流が深い。また自身らのホームページにおいて通信中央後輩バンドと公言している。神戸市長田区スマック出身、 LD&K 所属。以前本人らは青春パンクに分類されることを嫌っていたが、現在コザック前田は青春パンクを90歳まで続けると宣伝している。バンド名の由来は、今の清志郎がライブパフォーマンスとして楽曲の感想中などにガッガッと叫んでいたことからとされると。2002年1月から2006年11月までソニーミュージックレコードマスターシックスファンデーションに、うん、英語弱い、所属していたが、2007年1月以降は LD&K に所属していて、自主レーベル俺様レコードで活動をしていると。はい、これは当時、はい、このそう言うていたこともあるんですけども、はいはい、実際は違うってこともあります。あ、これ違うとこあります。違うとこもあります。まずガガスペシャルは日本のパンクロックバンド、ここはもう違うと、すでに。で、どうなんですか、これは。そんなに外れてはないんじゃないですか。これはまあ外れてないか。はい、うんうん、同じ系統のスタンスパンクス、サンボマスター、はい、リンナンボーイズ とは交流が深いと、はい、ここに何か入れとかなくてもいいですか、誰か。他ですか。他、野良猫キャッツとかなんか。なんでやねん。え、いや、これもね、こう書き方としてね、うん、同じ系統のっていうのはちょっと違うんじゃないのかなとか思うんですよ。相手様にも失礼なんじゃないのかっていうことがあるんですよ。いや、だから同じ系統のをなくして、スタンスパンクス、サンボマスター、ギンナンボーイズの交流が深いっていうのだったら腑に落ちるんですけど。うん、そうやね。あ、そうね。そこに何か入れとく、何かこれ入れとったらちょっと、いや、のハッと入れときます。いや、もうこんなもん勝手に言うても大丈夫。勝手に言ったら交流が深いから。ダメ、やめときましょう。やめときましょう。やめときましょう。だ、同じ系統のは消したいですね。あ、同じ系統の、ね、消して。同じ系統の、はい、うん、その後の通信中を後輩バンドと公言している。これは理由があるんですよ。はい、一、はい、回メンバー全員に質問を俺が30個ぐらい書いて、そこにプロフィールに、はい、こうみんな自分のことをこう、俺が質問したことをみんな答えてるホームページを作ったことがあるんですよ、うち。あ、そうでしたっけ。うん、全然覚えてない。全員書いてくれてて、うん、後輩バンドは
一番好きな後輩バンドは誰ですかって4人中3人通信中で書いたんですよ。あ、そうなんですね。だから多分そこを読んだ人が通信中後輩バンドと公言していると、うん、でその通り通信中はまだ世の中に出てなかったから、ね、僕らもちょっと通信中を応援しようみたいな感じの気持ちし合ってそんなに時も経ってなかったので、はい、通信中がもともとうちのコピーとかもやってくれてたっていうので、うん、そのああいいじゃないかと、はいはい、いうふうに言ったんですけど今もう通信中のが長あります。そうですね。そこで自らのホームページだからホームページって書いてるでしょやっぱり。だからホームページにおいて通信中を後輩バンドと公言しているっていうのはこれはちょっと偉そうな言い方ではないのか。いやまあ、ね、でもねあの一昨日の深夜の2時ぐらいに、うん、ギターのマサヤンから電話かかってきたんですよ。これ寝ててしまってて、うん、全然気づかんくて、うん、明日もう一回かけさせてくださいって LINE 来たから、うんうんいやこれもあのバンド抜けるとかそういう話やろ絶対とかドキマキして電話取ったらあの普通の世間話しよったんですよあいつだからもう後輩バンドでもええかな未だにそんなんやったらまあええかな、ね、まあまあ向こうが後輩でいてくれてるということでいいんじゃないですか、うん、ちょっとでも書き方変えません。別に僕らのホームページでそんなこと書いてないですし。もう 今はね以前通信中後輩バンドと公言していたが今は立場が逆転しているそれはちょっと自虐が過ぎるんじゃないバンドと公言していた というか、はい、そこを全部消して、はいはい、もう上に入れたい、ね、そう上に入れたいなんじゃないかな。あなるほどね。うん、そう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 、うんうんうん、なるほど OK、うん、これでいいかなと。綺麗ですね。などとはになってるじゃないですか、はいはいはい、通信中などいろんなジャンルのバンドと交流が深いとかどうですか。あ、まあ、でもスタンスパンクスサンボマスターギンナンボーイズ通信中が偏っちゃってますからねそうやね。そうやな、うん、そうやな。それやったらもうもっとたくさん出さないといけないわけやな。そうそうそう、うん、ここに入っとったな。そうそうね、そう言うてもええんちゃう。いやでもそれも偏ってるけどまあでも こんな感じでいいか、はいはい、うん、などととりあえず 嘘はないからね、うん、交流が深い。そうやね、うん、仲はいいです、うん、で次ですよ問題は、はい、神戸市長田区須磨区出身、うん、はい、だけではないと。これは多分その長田でフリーライブをしたことであるとか、はい、僕はよく言いたいろ言いたいろって言ってるっていうところが出て起因してるかもしれないんですけど、はいはいはい、実際住んでるのはウトタージンだけなんです、うん、そうですね。長田区と須磨区ね、神戸市だけでええんちゃうんって思う。これやっぱ区いらんわ。それで出身現在も神戸にて活動とかさ、そっちの方がいいんじゃん。そっちの方がいちいち空いらんよな、よく考えたの、うん、在住、まあ、それでいいやん、うん、LED&ケーション、うん、まあそれはもうそれはもう何も変わらずずっとまあまあそこは良しとして、はいはい、以前ここですよ、本人らは青春パンクに分類されることを嫌っていたが、はいはい、まあそれはその時にみんなそうでしたよ。そうですね、うちに関わらず、うん、そのブームの時はね、うん、現在小坂前田は青春パンクを90歳まで続けると宣言している、うん、してた時期もありました、うん、今は違うと80歳ちょっと気弱なってる90歳まで続けると噂している、はい、噂している小坂前田が一人で噂を流してる、弱いわこんなに強くは言いたくはないということですか。いや、いやだから、はい、僕たちがそのどういうジャンルの音楽をやっても青春パンクだろうっていう解釈ですよ僕は。あ、なるほどなるほど。その青春パンクっていうジャンルの音楽っていういわゆる青春パンクをやるっていうことではなくて、そう、そう、あ、なるほどね、うん、青春パンクは僕たちしかいないんだという意識で。あ、なるほど、偉いですね。だから、はい、現在小坂前田は青春パンクはガガガスペシャルしかいないと宣伝している。いやまあでもそれも角立ちそうやし、うん、角立ちそうやな。角立ちそうし、角立つの嫌ですもんねウィキペディアでね全然パンクやいやでもえ、いやでもかっこよくない。青春パンクはガガガスペシャルしかいないと宣伝していると。ああ、なるほどね。あ、別に今の時代、いや俺の青春パンクやるとか全然いいですよ。だって小坂前田はって言ってますから。いや、 あそこ山本さんですよ。なんで小坂前田はって言ってるからいや、じゃあこういう機会やからいいじゃない。あ、そうね、この YouTube。 じゃあそうしましょう、そうしましょう、うん、これを勝手に一人で俺が家で買って帰っとったらさ、やっぱりさ、なんかさ、すごいですよね、うん、ちょっとね、青春パンクはガガガスペシャル伊達だっていうのを鍵括弧にしてもらって、これどうですか。
いいんじゃないですか、うん、いいと思います。ちょっといい感じかなと思うんですけど、もう次のねアルバムとかの帯これにしましょう。こういうことから決まってることもあるからね、うん、はい。そしてバンド名の由来は、今和の清志郎がライブパフォーマンスとして楽曲の完走中なのにガッガッと叫んでいたことからされると、実際その頃インタビューで言うてました、はい、言うてましたけど、ね、本当は東京ガガガから撮ってるんですよ。されるとインタビューで言っていたがとか。あ、そう、あ、そう、あ、そうしようか。それは事実やからな。はい、どういう文章しようかな。ガガガと叫んで。されるがでんじゃん。されるが。しかし。されるいらんやろ。え、違うじゃん。されるとインタビューで言っていたが。うん、されると。うん、しかし。強くならへんから、別に文字が別に。なるほど。小作前田本人曰く、東京ガガガから。撮ったらしい。うん、そんな方がいいんじゃん。うん、されるされるって本人が書いとるので、されるってな意味をしたんやって。しかし、いや、なんでやねん。2002年1月から2006年11月まで、これは合ってんのかどうかちょっと分からないけど、ソニーミュージックレコーズ、はい、それこれマスターシックスファンデーションじゃないんですよね。マスターシックスファンデーションじゃないよ。最初 GR レコードなんですよ。 GR8、 うん、自主レーベルオルサマレコードで活動をしていると。こんな感じですか。なんか他なんか入れときたい。じゃあ、あの中田大行進曲主催フェスをやってるとかね。ああ、それは書き出してる方がいいんじゃん。うん、不定期ではあるか。しかし硬いな。いらんねん、いらんねん、いらんねん、伝われへんわ、こんなもん。不定期ではあるが元気いっぱい。アホやな。アホやわ。あっちも帰れんの、あのガガガスペシャル、別名ガガガ、はい、ポップパンク。どこがなん、フォークパンクでしょ。フォークパンクとかフォークソングとかねって入ってても、てるね。フォークパンクっていいよね。レーベルその前はいらんか。2000年から2001年まで、ランランランレコード。元メンバーとか全員入る？どうする？ケイアンが入ってなくないですか？いや、ケイアンも入ってないし、別にヨウちゃんも入ってないし。うん、いや、F しか入ってない。いや、F 入っててケイアン入ってないのね。ちょっと俺はそうやな。俺は思いますけど。うん。ケイアンだけ入れとだったら。ええか。俺はまあ、その音源実際入ってる人を考えたらね。